おはよう。おはようございます。おはよう。これは？これはアンジョーですね。アンナルだ。あ、違う違う、アンジョーさん。キッカスだ。おお、アンナルだ。アンナルなんか。よろしくね。誰フィックス？キッカスだ。キッカスさ？キッカス。キッカスさ？私はキッカス。誰キッ？よろしく頼む。よろしく。あなたは？あ、私。ベニー。ベニー、よろしく。ベが、よろしく。うん、ベニー。ベニー、よろしく。ベニーやね。はい、俺はキックアス。キックアスさん。キックアスさん、あ、知らない人がアジト入ってますけど。あの、誰だ何やってるんですか、あなた。俺が処す。誰だ知らない人。あなた何ですか、ここ。ここ私たちしか入れない。あなた知らないですよ、あなたみたいな人は。本当ですか。はい。はじめまして。私、キックアスと申します。キックアスさん？はい。ヒーローをやっています。ヒーロー？はい。趣味でヒーローをやっているものです。趣味でヒーロー？はい。ございまーす。誰なんか一般。どうも、天草の変装です。一般客。あ、天草さんね。天草か。NPC。これ誰？僕ですか。ドエスタークです。ドエスタークドエスタークドエスタークだろ。エスタークです。あー、びっくりした。ドエスのドエスタークみたい。ドエスタークって俺いないです。見たい。ドエスターク見せてくれ。ドエスターク見たい。ののしられたい。ののしたたい。しいたげられたい。そっち派なんだ。いやそんなね。ドアミカに寄らないって言うもんね。ドエスな狼が擬人化したエロ漫画読んでますけど。聞かなかったことにしときます。何それ。罵ってやるよ、ベニー。わぁ、気持ち悪い。キモいタイプでしたね。ドエスタークさん。ほらネチョンとしてメスが。キチなんで罵る側がハーハーしてんだよ。気持ち悪い。なんだ、猿の鳴き声みたい。なんだ今の。猿みたいに泣いてみせたぞ。張り込みありがとうございます。泣いてんのお前じゃんか。絶対 M でしょ、 S タークは。いや S ですよ俺は。そうつけ、ド M タークだろお前。ド S タークですよ。ちょ笑わないでそれ言いながら。慣れてないもん。慣れてますね。慣れてんの？極上です。慣れてんの？全然慣れてないぞ。慣れてますよ。お前極上ですよ。受ける側だろ絶対。殴る側だろ。殴る側？殴ってるの？まあ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 、やっぱり S ですから。やっぱ。ありがとうございます。女とか普通に殴るんだな。うわ。やばい。殴るタイプか。なんか焦げ臭いな。殴るのはダメだです。うん、やっぱ言葉でね、凌辱しないと。やっぱり凌辱、難しい言葉。すごい難しい単語が聞いたことない。殴るはダメだよ。そっか、言葉で凌辱して、おえつさせます。あんま分かんないですよ、難しい言葉。多分違う。おえつはもう思想ではあるよ。どう最近、みんなどう最近す。俺はまあぼち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 ですかね。でも最近可愛いね、やっぱ後輩ができたんでね。へえ、こいつら。ああ。みんな頑張らなきゃな、ちゃんとしなきゃなって最近思ってますね。おお、なんか最近変わったことあった？ないというわけではない。今年初ないというわけではないですけど、初インだから。初インでこれか。私もさっき聞いたんだがな、とんでもないことが起きているようだ。何が？まあおいおい。え？いや、ちょっとごめん、なんかごめん。誰か結婚すんの？いや、結婚こんな空気じゃ。決まったら行っちゃいますみたいな感じです。うーんってなんないでしょ。結婚ならよかったっすね。結婚ならよかった？結婚ならよかったな。そりゃそうですよ。え、振られた？もしかしてです。振られた。そういう空気でもなくて。振られたらよかった。ごめん、ガチで気まずい。ポジティブな空気ではない。ああ、なるほどね。殺伐としてる系ね。結構殺伐系チャンネル。そうですね。登録者
12万人ぐらい。めちゃめちゃいるやん。感じのめちゃめちゃいるやん。チャンネルです。めちゃくちゃ大ごとじゃん。はい。簡単に言うと、ちょっとアンダーボスが怖くなっちゃったツッキーがっていう感じです。え、そうなの？はい。ごめん、なんか結果を願って、ごめん。何も悪いことするの？いや、むしろ俺が悪いっすよ。ガチ、その気まずい話。おはよう。何か発行してきた俺が悪いっす。以上です。やめてよ、なんか重たい空気。そういうこともあるよね、組織だからね。そうそうそう。そういうこともあるよ、何があったか知らせよ。そろそろ俺もクビらしいです、あと。知ってるよ、5期生になったんじゃなかった。あれ知ってる。結構前から。俺ってクビなん？え？え？聞いてんじゃないの？クビになって戻ってきて。しかも今ファーマーだっけ。クビ。え、俺クビなの？ファーマー入んない方がいいだろ、ここ。アジトマジ俺そんなくせにこんなチャラけた格好してそう思ったら恥ずかしいな。確かにそう思ったら恥ずかしいな。俺ダサそれ。結構先輩なのにね、このメンバーでも。このメンバーやったら一番上やね。あ、私が一番上だぞ。いや、違います、あのベニーさんと覚えて。ベニーさん、はい。メイン走行上とかにも出てきてます。あけましておめでとうございます。あ、今日びっくりした。告白されることになった。ごめんね、アナル。アナルは無理だからごめん。いや、しないって。ちょ、ついてこないで。いや、違う。道一個なんか。もう自家場のとこあるから。客さん、かっこかっこおもろいな、アナル。先輩、起きました。誰？おやすみ。千代。あ、千代、おはよう。なりえー。おはよう。はい。なんか、アジト前に落ちてる。なんかみんなの声がダイレクトに聞こえる。オッケー、なに？千代。千代。なに？ダイレクトに聞こえる？もう一回、もう一回。千代。もうちょっと。チヨ、やめなさいよ。いや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 、あれよ、耳チェックしてるから今。右と左で。耳のチェックしてるからね。お尻無事？いや、無事じゃない。お尻無事？打ち込まれてたよね。え？今起きたらケツから血出てたよ。それとも人数いるから。お前何やって終わったんだよ。俺がダウンしてる時、ボスにやられた時やから。右に天草。減る。チヨどこ行ったの？今瞑想行ってます。食っちゃった。正面にペリさんで左に天使。もしもしこちらナリエル。もしもしこちら役目に。もちもちもち。今あなたの心に語りかけています。あれ？俺の心の中これ。ヘルワン。はい。あなたの好きな人を教えるのです。もう全員周知なよなこれ。ノギアでしょ。あれ？あれもう一人の心の人が。え？あれ？ええ？あれ？誰ロギア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 。確かにコウズキロギアという人が好きな人やけども。コウズキロギア、え、誰よそれ。知らない。紹介しなさいよ。あ、知らないんすね。知らない。あのね、この時で特別市民だったね。ヘルアンの彼女がね、独立市民、特別市民っていう、あの、知らしみ、はいはい、この町にいることを許された子が一般市民になりました。へ、うん、一般市民になったことによって彼女になって、はい、彼女で俺今おもちゃになってます僕。彼女いじられの的です。見に行きたいんじゃない？見に行きたい。見に行きたい。今見に行きたい。こっそりでもいい。ロギアさん今日どこなのよ。ロギアさん分かんない。ヘル彼女、はい、え、この間クリスマスに来た時に彼女なんていなかったよね。クリスマスの日に彼女になりました。あー、なんだってお前。はいはい。付き合ったの？え、知らんの？何その初見のリアクション。え、俺聞いてないもんだって。え、俺言ったよみんなに。ベイさん、俺はみんなに含まれてないらしいです。俺はなかっただけかな。悲しいやつ。俺はみんなに含まれてないらしい。え、見に行きたくね、天草。見に行きたくね、今。おはよう。おはようございます。コウズキ、おはようございます。許す。コウズキ許された。ロギア幸せになるよ。コウズキロギアって人ですね。何やってる人なの？店の店員さんです。どこの？魔法少女とか、はいはい、犬カフェとか。めっちゃやってるやん。商工亭とか。3つやってるんですよね。見に行きたいいるんかな。え、これで電話するの意味わかんなくないですか僕。
何やってんの、なんでカナダでしょ別に、よくない、何やってんの。あ、いるわ。でいいじゃん。今日どこで働いてる。放送所カフェね、了解。また飯買いに行くわ。はーい。くー、はい、くー、くーじゃないです。今日あったの、もう。いや、今日会ってないです。会いに行けよ。いや、違う違う、あの、ギャング優先なんです。ここはもう承知の上でやってて、なるほど、ね、で、今までの関係は変わんないっていう感じです。へぇー。じゃ、ちょっと、お母さんちょっと支度するから、ちょっと見に行く。はい、お母さん行ってらっしゃい。うん、ちょっと待って。ちょっとこんな格好で行ったらちょっと怖いから。これで行こう、これで。これで行こう。え、なんか、よし。聞いたけど、ドレスにしてきた。ことについて、なんか、したいことがあるらしいんで、みんな集まってください。ほぼ、ね、フラミンゴやん、こんなん。ストリップバーで働いてました。働いてない。この格好でよくアキスしてた。すごいですね、アキスですかこれ。そう、よくアキスしかないじゃないですか。なんだっけ、赤い服って女の魅力上げるっていう、ね、あ、そうそう、よく分かってる。上げすぎじゃない、よくメーター壊れてない、これ上げすぎて。爆上げ。ワンピースにおらんかった、こんなん。ね、これ誰だ？これベンさんです。キモすぎ。これで今からヘルの彼女見に行くの。なんで？見たことなかったから私です。見たいじゃん。どんな人か。見たい。見たい。これすごいですよね。見たことあるんでしょ？俺はいっぱいあるよ。でしょ？私ないんだもん。うん、ロギアさんか。え、知ってた？付き合ってるの。ボスには知らないわけないだろ。ボスですか、ね、天草知らなかったらしいよ。俺知らなかったんですって、ボス。俺天草あの時おらなかったんですって。教えてもらってなくて俺だけ知らなかったです。まだいい感じのままだと思ってました。ついに。あ、でもなんていうか、うん、なんでヘルなんだろう。毎回言われてるんですね。え、どっちから告ったの。ヘルでしょ。そうですね、俺ですね。お前薬持ってないだろうな。惚れるやつ一回使いましたよ。ロギアさんに聞いてみたのよ。うん、ヘルのどこが好きって。うん、俺がおる前で聞きました。多分さ、かわいそうだから。え、何それ。同情でね。15は9味とね、10分後付き合ったり言ってかわいそうだから。そう、何それ。あ、30分ぐらいでいいよ。かわいそうだからでしょってずっと同情やん。いいな。同情票です。いいなぁ。ラブラブなの？手つないだ？チューした？いつもなんか強制瞑想の前に4時半とか行って、いろいろイチャイチャしてるらしいよ。してないです。これさ、昨日とか一昨日とか俺ボスたちとやってたじゃないですか、車。でも無線に全然反応しなくなって見たらロギアさんといるもんね、だって。うん、へぇ、チューした？してないです。してないの？高校生か、ここ。高校か、ここ。え、してないの？関節キスとかどうなんだよ。できるか。どうやんねん、関節キスは、この街で。一回飲んだ後に渡す。え、今付き合ってどんぐらいなの？エル、今どこいる？2週間ぐらい。2週間か。それしかなかった。ハウジングじゃない方の。あ、確かにクリスマスぐらいかな。クリスマスに付き合ったらしいけど。クリスマスの前に付き合って、あ、ちょっとクリスマスデートしたよ。知らんけど。私、クリスマスいたけどな。聞いてね。え、お前クリスマスいなかったよ。クリスマスいたよ。来たよ。来たって。で、勝手にキャップにクリスマスデートさせてやろうかって言ってたから。ああ、確かに確かに言ったな。勝手にクリスマスキャンペーンとかやってただろ、人の恋ね。人の恋で、うん、それの裏目にやってたってこと？後ろでらしいよ。許せないな。ペリさんベイトにされたってこと？うん、私デートしないけどね。しない。忙しかった。ペリさんはどうなんですか、キャップと。え、キャップと遊びよ。どうする、本当は付き合ってるって言ったら。本当に付き合ってほしい、逆に面白そう。え、いいの、付き合ってる。あ、もう全然いいよ。警察だぞ。あ、もう全然いいよ。付き合ってほしいって。面白がってるだろ。付き合うのはいいけど、なんか微妙な S みたいな、微妙な感じだな、あんま。 S？ うん、 S？ え、S はオルカですよ。 S オルカと付き合ってんの？付き合ってはないんだよ。付き合ってはないです。あ、付き合ってないんだ。だからなんか面倒い、お互い。あ、けど全然なんか初詣とか二人で行ってたっすよ、山頂の。マウンテンのてっぺんに。
初日の出？そう、なんかインパウンドされた俺のバイクが、うん、なんかあっちの不手際で出せなくて、うん、インパウンドしたやつがおるかだったんで電話したんですよ、うん、そしたらあのじゃあ今からインパウンド場行くわって S タークちょ乗せてってくれって言って2人で袴で来ましたよ。袴浴衣で、浴衣で来ましたよ。マジ？うん、なんかオールインしっかり恋もしてるし、みんなそれがおかしいんだよね。みんな面白がるからね。なんでロッサンソスで恋を探してんの？ロッサン何探してるんですか？いいな、お金。お金が恋人だもんね。天草はないの？ないです。ないんか、紹介してあげようよ。あ、そういえば天草は前一回振られた時あるよ。え、そうなの？誰だっけ？ぐらい前、エボシさんっすね。エボシさん？30分に新発車の集合で。メカニックの？そうですそうです。へー、1年ぐらい前ですけど。へー、え、エボシさんってあのちょっとクールな方でしょ、イケメンな。そうですそうです。え、振られたんだ。片思いしてたらあの須藤さんと付き合いましたね。マジかよ。そうなんですよ。じゃあ天草に女の子紹介してあげようか。マジか。え、紹介してほしいです、ボス。誰がいい？どんなタイプがいい？どんなタイプか、でもノリがいい子がいいですね。ノリがいい子。はい。ノリがいい子で？ノリが良くて、うん、でも結構明るい子がいいですね。音が出る方がいいですね。音が出る方。音が出る。女の子のこと音が出るっていう。鳴らせば鳴るみたいな感じね。そうそうそう。はい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 。ちょうどいるな。ピンドランっていうやつ。あいつノリもいいし声でかいよ。確かに叩けば鳴る。いい音鳴るよ。しかもあ、でもネベさんは彼氏おんのか。あ、マコさん、ココナどう？ココナ、ココナ、うん、ココナ、もっともっとなんかうるさいやつの方がいいですね。うるさいやつがいい。うるさいやつがいいな。もうちょっと気が強いやつの方がいいですね。ヒノランじゃん、もうヒノランしかないやん。ヒノランのみやん。うるさい女が好きなの？うるせえ女好きっすね。じゃあ別のギャングだけどさ、はい、あのノーリミットにすごいうるさい。お金困る。あの子超可愛いけど。めちゃくちゃうるさいです、あいつ。いい音鳴るよ。初心者の顔からあれですよ。あ、警察だけど。はい。ナズピどうですか？今下にいます。地下にいます。うるさい。ナズピうるさいよ。ナズピはね、巫女だよっていい感じだよ。ナズピは巫女だ。そうなの？ずっと一緒にですよ、うん、ずっとクラフトとかもやってる。こないだなんかレギオン行ったらオフデューティーで2人で座って喋ってましたもん。2人と2人はね、うん、2人はほぼ衛星外でも一緒にいるよ。え、これはちょっとマガチやん。ガチじゃん。話したら今衛星外誰といるのってな。ナズピトゥクトゥクみたいな言うよ、いつも。トゥクトゥクある。ガチなやつじゃん。しかもこうやってあんまり触れられないやつじゃん。なんかみんなちゃっかりしてんな。ね、ほんとっすよね。